足まだ治りかけだから気をつけて帰ってね。また明日、さようなら。まさに不祥不随、いいね。いや、あの子たちには強い力で引っ張ってくれるタイプが向いているんだ。いやいや、あの子たちを末永く頼んだよ。いやいや、こっちの話だ。自信のなさを直す方法？
毎日うちで座禅を組めば見違えるようになるわよ。そうね、勝つね。今みたいに備えがないと驚くでしょ。今のは極端な例だけど、要は心構えの問題よ。だから軽い挨拶代わり。それで今日は何？心の悩み？体の悩み？そんなに照れなくても。そうね、でもそれは正攻法で言ったらかなり難しいわよ。もし私なら彼女たちに達成感を持たすようにするかな。そう、多少プレッシャーのかかる状況においてやって、それをクリアする訓練ね。繰り返してるうちに刺激に慣れてくるし、だんだん平気になるものよ。ああ、頑張れたっていう達成感があれば、だんだん自信が出てきて落ち着きが増すっていうこと。これ、貸しにしとくわね。ねえ、たまにはうちに遊びにいらっしゃい。愛と歓迎するから、いろいろと。はい、お願いします。はい、頑張ります。
るのかな。お芝居の練習かな。します。やっぱり最
習テスト、私たち合格。